1224は、日本のロックバンド、ボーイのライブビデオ、2001年12月24日に、東芝 EMI、イーストワールドより、リリースされた、会場の渋谷公会堂を1987年12月24日に、行われた、ボーイの、ロックンロールレビュー DR、フィールマン、S、サイカパスックハーツクラブバンドツアー最終日、渋谷公会堂での解散ライブの模様を記録した、 ライブビデオ、ボーイ発のライブ完全収録作品である、監督は、長井勝猿、の中に同封されていた、真っ赤なチラシが最初であった。本映像は、ラストギグスでの映像と合わせて、解散に焦点を当てたドキュメンタリー風ビデオとして発売される計画があり、そのために収録されたものだが、メンバーのソロ活動に対する配慮から、立ち消えとなった。撮影スタッフには、 重要なポイントだけを押さえて撮れば良いとの指示があったようだが、当日用意された5台の 16mm フィルムカメラのうち4台がフィルムチェンジを行っていた際も含めて奇跡的にこぼれ落ちた映像がなく、ライブのすべての映像が収められていたという。このライブが収められたフィルムは当時のスタッフによって1224と名付けられたまま約14年間倉庫に保管されていた。 本作品の発売前にはこのフィルムが期間限定で全国上映された。2013年3月21日に映像をデジタル処理、音質を向上させたボ千二百224フィルムザ・ムービー2013として一部映画館で公開された。解散から30年が経過した2017年にはオリジナルフィルムが発掘。それを HD リマスターしたブルーレイ。 ボ防二1224、ザオリジナルマイナスが同年12月24日に発売された。本作では、会場外の映像や渋谷公会堂のガラスが割られるシーンがあるなど、ドキュメンタリー的側面があるが、ザオリジナルの方は、オンリーユーの欠損部分の保管や、カット割りの変更、映像の重要比率の変更、本作ではあった、会場外の映像がない、収録時間も違うと、 ライブ映像の部分が強調された編集が行われている。ライアーガールこの曲の前にオープニング SE を兼ねた映像が収録されているが、実際はもっと長いもので、本作では終盤の部分のみが収録されている。エンジェルパストチルドレンブルーバケーション曲中のギターソロの部分でジングルベルのコーラス部分を布袋が演奏している。ハイウェイに乗る前にギゴロ ジュゲリー・サイコパスこの曲のみホテはアームを使ったギタープレイをするためにフロイド・ローズ式トレモロユニットのついたテレキャスターギターを使用しているこのギターにはホテモデルのトレードマークである幾何学模様がなく上部に丸型の鏡がついているクラウディ・ハート・マリオネット・ワガママジュリエット・ロンガー・ザン・フォーエバーこの曲の演奏前の MC でメンバー紹介が行われている 季節が君だけを変えるワーキングマン、B ブルー、ワーキングマンのエンディングと B ブルーのオープニングは繋がって演奏されている。ランデブーホンキートンキークレイジープラスチックボムビート、スイート、イメージダウンナンバーニューヨークこの曲までが本編演奏。メモリーこの曲から1回目のアンコール演奏。この曲の見本体は白地に黒ラインのジン柄のテレキャスターを使用している。 オンリーユーこの曲の中盤で画像と音声が約40秒ほど欠損している。この曲までが1回目のアンコール演奏。ドリーミンこの曲が2回目のアンコール演奏。この曲の演奏前に、ヒムロが解散宣言を行っている。ボーイ解散宣言の日を追った、ライブドキュメンタリー公開。ナタリー。ナターシャ。 http://natary.mu/.music/.news/.837212016 ュュュュスス年3月14日閲覧。ありがとうございます。